やりましたナンカツ。これで3年連続ベスト4進出。史上初の3連覇まであと2つと迫りました。くそ。ほんと、久しぶりの負けたい。やはり負けるのは悔しいが、なんだか今はすがすがしい気持ちだい。さあ、負けたわしらは潔く引き上げるたい。はい。大空翼、お前を倒すまではサッカーやめるわけにはいかんたいの。喧嘩ばかりしてたあなたがここまでやるなんて、見直したわよ、ヒロシ君。ゆかり。よし、みんな集まれ。はい。とにかく今日が今大会最大の難関と言っていいだろう。明日のことは考えず、この一戦に全力を挙げてぶつかるんだ。はい。よし、じゃあ例によってスタミナドリンクを飲んで試合に臨むか。マネージャー。ん？よしこってば。でも、どうしたマネージャー。へえ、藤沢がハチマキを。でもどのチームもハチマキなんかしてないから。これだけあるんだ、作るの大変だったろう。そういえば藤沢は2学期からはアメリカだったよな。ええ、そうか。よし、せっかくマネージャーが作ってきてくれたんだ。今日はこれをして試合に出ようぜ。うん、サンキュー。松山君。よし、松山君。いよいよ準決勝、浦野との対戦だな。相手が誰だろうと負けられないぜ。なんだって俺たちには史上初の V3 がかかってるんだからよ。あと2つ必ず勝つ。行くぞ浦野、松山君。